2023年1月の全労連ビデオニュースをお伝えします。今月は国民春闘のスタートとなる春闘闘争宣言行動と総決起集会、アメリカ労働運動の学習会、大軍拡と大増税を阻止する連絡会の結成の3本をお送りします。全労連国民春闘共闘委員会は1月12日経団連前で春闘闘争宣言行動を行い、国民春闘をスタートさせました。大幅賃上げ底上げは私たち働く者にとって待ったなしの課題になっています。全労連国民春闘共闘は物価高騰を乗り越える大幅賃上げなしには終われない春闘と位置づけ、10% 以上、月額で3万円以上、そして時間額で190円以上の賃上げを求めて、労働組合の交渉力、団結力を高め、春闘を戦い抜いていきます。団結して戦うぞ。東京では決起集会を1月24日に開催。黒沢事務局長がストライキを構えて賃上げを勝ち取ろうと呼びかけました。平均 10% 上げさせましょう。 4% も物価上がっているのに 3% の物価高騰分では全然足らないじゃないですか。それでは実質賃金を下げてもいいですよという要求になってしまいます。私たちは 10% これぜひ実現させていきましょう。この労使の力関係を変えることでこの賃上げを実現していきたいというふうに思います。ストライキを構えなければ労使対等の関係で交渉することはできません。これをぜひやりきりたいというふうに思います。3万円の賃上げだよ。74年かあの時3万ぐらい上がったんじゃないか。それ以来全然あの春闘はね、資本側に封じ込められてきたから、今回はそれを跳ね返す。3万円、 5% じゃダメ。燃料費が高騰していることで、特にその賃金が低い青年ってすごく生活が苦しくなっていて、ちゃんと安心して生活ができるような賃金にしてもらいたいなと思ってます。このやっぱ春闘、本当に日本を左右する春闘になるのではないかと自分は思います。昨年末、アメリカレイバーノーツの組合活動家バーバラ・マデローニさんが来日、アメリカで高揚する労働運動の状況を報告しました。More than 7,000 Starbucks workers. スターバックス246店舗、全米で7000人が組織化されてますし、誰もそんなことが起こるとは思っていませんでした。そんなことが成功するとも誰も思っていませんでした。自発的な運動として始めたっていうところが特徴的で、全米のいろんなところから私たちもできるのとか、どうやったらできるのとか、そういう質問を連絡してくる、まあ、そんなことが起きています。質疑応答では労働組合への組織化やストライキの打ち方について参加者から多くの質問が出されました。なんかうまく説得をすれば組合に入るって思ってるんですけども、それは起きません。つまり労働者というのは、労働組合に入るのは労働組合で何かを勝ち取れたとか何か成し遂げたという、そういう経験を通じて労働組合に入っています。個別の労働者からの要求、そういう相談に対しては同僚に話しましたかってことを聞きます。そうすると大体の場合はあまりもう一人で抱えているというか、相談はしていない。そのことについていろんなこと話をする中で、課題っていうのがその職場の中での問題が何なのかっていうのを明らかにすることができて、相談してきた人が最初の組織化の一歩になる。どう恐怖を乗り越えるかって重要な問題だと思います。というのも、恐怖というのは現実のものだからです。恐怖には理由があるっていうことをまず理解するということがすごく大事です。組合員たちは本当に一人一人全員と話をする。話の内容というのは何を恐れているのかとか、恐怖を乗り越えるためにどういうふうに私たちはお互いにサポートし合えるのかということをすごく話して、いろいろ話を労働者同士がするようになったために、このブルックラインのストライキの場合は 95% の賛成と投じたと。
岸田首相の大軍拡大増税の方針を世論の力で阻止しようと、国会が始まる1月23日、大軍拡大増税の連絡会が結成されました。戦後日本の78年の歩みの中で最大の分岐点、まさに戦争か平和かの歴史的岐路にあります。国民が頼んだけども、ね、国会で議論したこともないの、全くないのにこんなことを言ってる。憲法共同センター安保破棄中央実行委員会国民大運動実行委員会の3団体が呼びかけ、署名を軸に共闘を広げていくことを確認しました。平和委員会の千坂さんは軍拡の本質を指摘、日本に大軍拡をさせて日本を戦場にする米国の狙いを告発しました。九州から台湾を貫くあの地域にですね、ミサイルを集中的に配備して、いざという場合には日本が先頭に立って中国と戦争を行う、そういう体制を作るというのがこの敵基地攻撃軍拡の本質だというふうに思います。来年度予算軍事費6兆8000億円、一挙に1兆4000億円も増やす。安倍政権の第二次安倍政権の10年間で10年かけて6900億円軍事費増やしたものも、岸田政権は1年でその2倍を超える1兆4000億円を増やそうとして。中央社保協の林さんは軍拡増税の企みを阻止してきた歴史に触れ、広範な世論で岸田政権を退陣に追い込む決意を表明しました。1954年日米 MSA 協定による軍拡要請に屈した当時の吉田政権が社会保障の予算の大幅削減を打ち出しました。全国で反対闘争が巻き起こり、当時の厚生大臣は辞任に追い込まれ、社会保障の削減予算を撤回、こういった歴史があります。憲法共同センターの前田全労連副議長は当面の取り組みを提起、安保破棄中央実行委員会の東森事務局長が戦後史をかけた運動にしようと呼びかけました。国会審議の山場があって、そこに向けてっていうふうにはならないと思うんですよ。ですから私たち自身の努力と力でですね、国民的な運動を作っていかなければならない。宣伝学習資材を使ってですね、統一地方選挙ともしっかり結びつけて全国で運動を広げていこうではありませんか。以上、1月の全労連ビデオニュースでした。